皆さんこんにちは、水星読書クラブの森大奈です。水星読書ゼミ、今回は夏ということでホラー小説扱いたいなと思いまして、これを選びました。日本を代表するホラー短編小説であり、そしてホラー短編集である1999年岩井島子の勃起協定です。雑誌とかネットの記事で日本のホラー小説おすすめみたいな特集記事っていうのはたくさんあるんですが、その中でもほぼ間違いなく入ってくるのがこの短編集なんですよ。これが出てる角川ホラー文庫の中でもトップクラスのロングセラーですね。この作品世界は岩井島子という作家にしか書けないものなんです。まあ、その魅力をこれからお話ししていくんですが、表題作の勃起協定以外の3作品もすごくよくできた小説なんです。なので、4作品ともあらすじと簡単な解説をお話しします。というわけで今回の目次です。この本の一番最初に収録されている勃起協定についてお話しします。この作品で第6回の日本ホラー小説大賞を岩井島子は受賞するんですが、この収録されているこの本で山本周五郎賞もこの後受賞するんですね。さあ、その後でホラー小説の読み方について少しお話ししておこうと思います。ホラーが嫌いな人にとってのホラーとホラーが好きな人にとってのホラーっていうのは結構違うんですよ。で、私みたいなホラー映画とかホラーゲームとかホラー漫画とかが好きな人がホラー小説どういうふうに読んでるのかっていうのをお話ししておきます。それを知るだけで多分この小説の読み方とか感じ方っていうのは結構違ってくるんじゃないかなと思うんですね。それから、密告箱、アマゾバイ、寄ってくだんのごとしという、この短編集の中に入っている順番にお話ししていきます。で、読んでいくごとに少しずつ、ここがどういう土地なのかとか、この作品の舞台となっている年代っていうのはいつ頃なのかっていうのが分かってくるんです。まあ、そういったところも深掘りしていきましょうね。あらすじは結末を伏せることにしました。まあ、言ってもいいんですけれども、少し意外な展開を見せる、あるいは、ああ、こうなったのかという、ある種の希望か、まあ、あるいは絶望かもわかんないですけれども、そういったところを味わっていただきたいので、あらすじの中では結末は言わないことにします。ぜひ、読んでない人は、この動画を見た後、読んでからもう一回見てほしいです。この本の印象、それからこの動画の感想もだいぶ変わるんじゃないかなと思います。勃起協定のあらすじに入る前に、二つのことをお話ししておこうと思うんです。まず一つは、この作品が出現するまでの日本のホラー小説の歴史、どんな文脈の後で勃起協定が出現したのかというところですね。それからもう一つは、なぜ私がホラーというジャンルを好むのか、まあ理由いろいろなんですが、そのうちの一つをお話ししておきます。まあそういう小説が増えていったというのが、この90年代だったんです。まあそれからもう一つの話題、どうして私がホラーというジャンルを好むのかというところなんですね。私はホラー体制すごい強いんですよ。映画も見るし、漫画も読むし、怖いもの、グロテスクなもの大好きなんです。まあそういったものを食べて今まで育ってきたというところがあるんですけれども、ホラー作家っていうのは原理的に矛盾を抱えている生き物なんです。読む人を怯えさせるエンタメ商品がホラーなので、ホラー作家っていうのは日常で怖がる才能がないといけない。ごく些細なことでも怖がってないといけないんです。じゃないとネタっていうものがこう浮かんでこないものなんですね。ただ些細なことで怖がっているようだと他の誰かを怖がらせられないんですよ。このホラー作家の矛盾を作家自身がどういうふうに乗り越えているのか、これを見るのがすごい面白いんです。私自身は、小説で怖いと思ったことってないんです。多分人間にとって怖さっていうのは、視聴覚の刺激でしかないんですよ。文章の世界っていうのは意味の世界なので、多分、ホラーという表現と意味の世界というのは相性が悪すぎるんだと思うんです。まあ、あくまで個人的な感想なので、ホラー小説を読んですごい怖い思いをしたみたいな人も結構いるとは思うんですが、私はその気持ち全然今までの人生で一度も分かったことがないんです。ただ、ホラー小説が無意味だと思ったこともないですね。それは、怖がるものではなくって、ホラー小説っていうのは考えるものだというふうに思っているからです。この詳しい部分をチャプター2で見ていくことにして、さあ、勃起協定に入っていきましょう。この小説は、岡山、まあ、おそらく岡山市内にいる女郎の二人称でずっと続いていく小説です。
で、この女郎が客の男に向かって語りかけているんです。まあ、まるで読者に語りかけているかのようにこう話していくわけですね。この女郎の顔っていうのは、左のこめかみに向かって吊り上がっているんですよ。まるでこう見えない手がそうしているかのように、こう目や口元なんかがキュッと上に吊り上がっているんですね。この客の男は女郎の身の上を聞きたがります。さあ、この女郎、どんな出自を持っているのかというと、もう岡山県の中でも津山の近く、県の北側の方に住んでいたんですが、もうここは極貧の村なんです。で、父親は、いるにはいたんですけど、まあ、ある事件が起こって、この最初の回想の方では出てこないんですね。で、この母親が何をしてたかっていうと、間引き専門の産婆をしていた。それを産婆と言っていいかどうか、わからないっていうのはこの女郎自身も言ってるんですけど、この、お腹の中にいる胎児を堕胎させる。これをこの女郎は、子供であった時に手伝っていたんです。両親自体は四国の出身で、ある事件があって、そこから離れて、この岡山、津山のあたりに来たんですが、よそ者だから、土地や田畑を持ってなかったんですね。というわけで、この生活は荒れる一方で、父親は母親を殴るわ、この娘、女郎を夜ごと強姦するわで、もう、極貧の中でも本当に最悪の、考えうる限り、最もひどいような劣悪な環境であったわけです。この父親、ある日、泥酔していたところ、河原で殺されているのが見つかりました。そして、娘は女郎飼いが買い取って、彼女はこの遊郭に来たという出自だったんですけれど、実はこの男、客の目的というのは単に、この遊郭で遊ぶためではなくって、別の遊女である小桃という遊女に会うためでした。しかし、この女郎が話すには、小桃はもう自殺したよというふうに告げるんです。実は、おかみさんの金剛石の指輪をこの小桃は盗んで拷問を受けた。おそらくはそれを苦に自殺したんじゃないかなと。この、話している遊女は、小桃が大嫌いだったんだけれど、唯一私が話し相手をしてやったんだよっていうふうにこの男に言うんです。そんなこんなで眠りに落ちる男。しかし、遊女は語り続けます。一体この遊女、誰と会話をしているのか。そこには、金剛石の指輪と、そして、顔の左側が吊り上がっているという原因のこの二つが関係していました。その実感としてこの小説を読むと、生まれてこの方抜け出せない貧困の方が幽霊なんかよりもよっぽど怖いなというふうに思わされるんですよ。最近の例で言うと、ネットフリックスでドラマ化された、呪怨呪いの家、全6話のドラマだったんですが、この作品の中でも一応、霊は出てくるんです。で、出てくるシーンは少ないんですけど、結構ギョッとする感じはあるし、それから、まあ、いろんなこう怖い場面あるんですけれど、幽霊的な何かよりも、道を踏み外した男子高校生が極貧生活を送ることになって、で、その後も、こう、年を重ねていくんですけど、やがて、こう、臓器を売るためだけにどこかの、反社のような組織に生かされているっていう、そういうシーンがあるんですね。この惨めさっていうのが、ドラマを前編見ていて一番気分が悪いシーンなんです。だからこういう、もう、とてもじゃないけど、起き上がれないような極貧状態っていうのはすごい怖いものなんですよ。もうそれ自体がだいぶホラーになるという、まあそういうもので、ホラー作家だったら平山夢明とかもね、そういうシチュエーション好んで書きますけどね。やっぱニュースを見ていても怖いのは、殺人事件とかよりも、ガシーの事件っていうのが私なんかは怖いなというふうに、まあ、日常では感じます。まあ、この小説、それから二人称もすごい巧みなんです。もう 100% 二人称で進みます。途中で一人称とか三人称に切り替わるとかっていうのは全然ないんですが、遊女の回想の面白さっていうのが全然だれないのは、適度な長さのところで男が遊女に話しかけるんですね。で、こんなことを言いましたみたいなことを遊女が言うから、まあ、男が今話しかけたっていうのがわかるんですけど、この場面転換のやり方っていうのがすごい上手いんですよ。だから小説自体は文庫本でたった40ページ弱なんですけど、設定から物語の提示の仕方から非常にスマートにまとまっている。まあ、しかし、この勃起協定一体いつ頃の話なのか、なんとなく明治時代だっていうのはわかるんです。一読した時に。
で、生まれた時、この女郎が生まれた時には、自分が生まれた土地っていうのは北条県と呼ばれていて、明治9年に合併になって、岡山県になったというふうに、まあ、男が言う場面があるんですけれど、16歳で売られて、現在23歳ということが文中からわかるので、まあ、先ほどの北条県と呼ばれていた、で、明治9年に岡山県になったっていうところから、手がかりを合わせていくと、明治後半の物語であるということがわかるんです。ただ、正確には何年なのかというのが、実は最後の4作目、寄って九段のごとしを読むと、これわかるようになってるんです。その特定は、後ほどお話ししましょう。怖いものっていうのは、今までに見たことがないもののことなんですよ。すでに手垢のついたホラー表現、見慣れたものっていうのは、怖くなんかないんです。ホラー好きの心理っていうものは何かっていうと、作品、今見ている作品が、これまで自分が見たことのある怖い表現っていうのを、いかに乗り越えているか、いかに新しいかっていう、この部分を見てるんです。ここに、一言付け加えておくのであれば、私自身は、この世の中で一番怖いものは人間だ、というふうには、絶対に考えないし、絶対人にも言いません。あんなのは、大嘘です。人間の怖さ、なるものが、本当にあるんだとしたら、それは、人間の愚かさの別名です。本当に怖いものは幽霊に決まってんじゃないですか。ホラー好きっていうのは、みんなそうだと思いますよ。人間の愚かさを確かめるためにもホラーっていうジャンルはあるんです。これが密告箱という小説のあらすじです。私この作品、4作品中一番好きなのがこの密告箱なんですよ。もうこの陰惨な感じっていうのはたまらなくいいですね。ホラー好きとしては。で、この小説は打って変わって完全な三人称で語られます。もうこううだるような暑さに覆われる夏の村、そしてそこでいつ自分がかかるかもわからない感染症というのが広がっている、そして美貌の悪女がいて、そして聖女のような妻がいてっていう、もう絶望のエンディングへなだれ込む道具だとは完璧じゃないですか。この雨ぞわいの中には岩井島子ホラーの世界観はっきり出てますね。つまり岡山の北の方というのは冬には雪が降り積もって極貧の環境になる村もあるんだけれども、南の方は温暖な地域であり、そして町がある。しかしどこにでも地獄はあるわけです。その瀬戸内海の景色っていうのはこの小説の中で全く美しいものとして描かれてないんですよ。もう一行たりとも海の美しさとか浜辺の美しさを感じさせる描写っていうのがないんですね。そしてそこに描かれる人間たちというのも、たくましさであるとか、その人間らしい誇りのようなものっていうのは、微塵も持ち合わせていないんです。というわけで、この雨ぞわいからも冒頭の一節をお読みしましょう。さらに一年が過ぎて、いよいよ物語のクライマックスで、力士がこの村に帰還してきます。しかしそれをきっかけに、シズはある事実に気がついてしまうのでした。日清戦争というキーワードがはっきり出てきますね。今までの、岩井島子、世界では近代性というのは垣間見える程度にしか見えなかったんですが、もう逃れられない近代性の手というのがこの力士そして志津の兄弟を掴むというそういう小説であったわけです。この作品集の中に収録されている4作で描かれているのは徹底した全近代性なんです。で、そこからそれぞれの主人公たちはそれぞれの地獄を見ていく、そしてさらなる地獄へと突き進んでいくというのがこの4作品であるわけなんですけれど、ただこの寄って九段のごとしだけは救いが残っているんですよ。